This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は1月30日土曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。最高かつ厳格な COVID-19 管理対策が取られている地域が減る見通しです。クラトムが規制薬物リストから除外されることになりました。対ベトナムビジネス評議会が対企業に向けベトナムに投資するよう促しています。では最初のニュースです。最高かつ厳格な COVID-19 管理対策が取られている地域が減る見通しです。疾病管理当局はサムットサーコン県を最高かつ厳格な COVID-19 管理対策下に置かれる唯一の県とするよう提案する意向です。 COVID-19 状況管理センター CCSA のタウィーチン・ウィサヌ・ヨティン報道官によりますと、 CCSA の COVID-19 関連でのビジネス規制対策に関する委員会は、レストランでのアルコール飲料提供やライブミュージックの演奏を含め、いくつかのビジネスを再開させるため疾病管理対策の緩和について話し合ったということです。会議の結果、同委員会は最高かつ厳格な COVID-19 管理対策を適用する県、今のサムットサーコン、ラヨーン、チョンブリ、チャンタブリ、それにトラートの5県からサムットサーコン県だけに減らすよう提案することを決めました。しかし、バンコク、サムットプラカン、ノンタブリ、それにパトゥンタニの各県は今後も最高度の管理ゾーンとされる見通しです。サムットサーコン県では今後も引き続きテイクアウトのみの営業が午後9時まで許可されているレストランとアウトドアのマーケットを除き、全てのビジネス活動が停止されることになります。学校はサムットサーコン県を除き多くの県で再開される見通しです。ただし、バンコクとその周辺県にある学校では生徒の人数を制限しての授業やソーシャルディスタンスを含む COVID-19 管理対策が取られることになる模様です。タビーチン報道官は、 CCSA では近くこれらの提案に対する最終判断を下す予定だと述べました。次に、クラトムが規制薬物リストから除外されることになりました。下院は規制薬物リストから除外することでクラトムを合法化することを議決しました。この変更は官報で告示された日から数えて90日後に有効となります。下院は27日かねてより提案されていたクラトムを規制薬物リストから除外するという薬物法改正に向けた採決を行い、この法案は賛成319、反対7で承認されました。ソムサク・テープスティン法務大臣は会議の中で、法律を改正することで一般国民も他の種類のハーブ同様に
合法的にクラトムを摂取できるようになる。クラトムには利用されるべき様々な効能があることから、このハーブの合法化は農民や漢方薬ビジネスに、国内市場や輸出向けに新たな製品を開発する機会を与えることにもつながり、国の経済にとっても有益となると述べました。規制薬物リストからのクラトム削除は漢方で公示されてから数十日後に有効となります。サムサク大臣はこれについて、一部の議員らはこの新しい法律を即時有効にするよう求めているが、子供や青少年らがこの植物に手を出せないようにするとともに、乱用を防止するためクラトムに関する法案を策定するための時間的なギャップが必要だと述べました。次に、対ベトナムビジネス評議会が対企業に向けベトナムに投資するよう促しています。タイ・ベトナムビジネス評議会は、タイの企業に対し、ベトナムは新たなビジネスをサポートできる数多くの要因を持っているとして、ベトナムへの投資に目を向けるよう促しました。タイ・ベトナムビジネス評議会のサナン・アングポン君会長は、ベトナムへの投資に関する個人的な見方として、多くのタイ人投資家がベトナムに新たなビジネス基盤を築こうとしている、ベトナムのインフラや世界中の国々との間で17もの通商合意を結んでいること、それにベトナム政府の外国人投資家に対する優遇策などが同国への投資に対する魅力を高めていると述べました。同氏によりますと、ベトナムではタイ企業の主導によりすでに40を超えるビジネスプロジェクトが進められており、その投資額は総額で2億9200万ドルにも達している。加えて年率 2.29% の経済成長や COVID-19 の感染拡大をうまく防止できていることも、ベトナムの大きな強みとなっているということです。今日お伝えしたニュースは次の通りです。最高かつ厳格な COVID-19 管理対策が取られている地域が減る見通しです。クラトムが規制薬物リストから除外されることになりました。タイ・ベトナムビジネス評議会がタイ企業に向けベトナムに投資するよう促しています。続いてニュース展望です。今日は COVID-19 による影響を受けている人やビジネスに向けた追加的な救済対策というニュース展望をお伝えします。政府は今月26日に開いた閣議で、新たな COVID-19 感染拡大による影響を和らげるための追加的救済策を承認しました。これらの対策の中では、国民により多くの就業機会を提供するため、さまざまな政府機関に対し、新たな政府職員の募集、選別、それに採用を迅速化させるよう告げられています。国民の出費を抑えるため、2021年度の土地建物税が 90% 減税されることになります。この減税は、住宅や農地、商業目的の土地建物、それに空き地を含め、あらゆるタイプの土地と建物に適用される予定です。また、不動産取引手数料は 2% から 0.01% に、住宅ローン登録手数料も 1% から 0.01% に減税されます。ただし、この減税は、価格が300万バーツ以下の住宅にのみ適用されます。一方、3月末までとされている電子ファイリングシステムを利用しての個人所得申告期限は6月末まで3ヶ月間延長されます。電子ファイリングシステムを利用しての源泉徴収税及び付加価値税申告期限も
毎月月末まで延長されます。スパやヘルスケア向けマッサージサービスには営業認可手数料の支払いが1年間免除されます。加えて社会保険基金への従業員負担金も今年の2月と3月の2ヶ月間は通常の 3% から 0.5% に引き下げられる予定です。ただし雇用主側と政府の社会保険基金負担分は通常通りそれぞれ 3% と 2.75% とされることになっています。これらすべての対策が COVID-19 により経済的な困難が引き起こされているこの時期、国民及び企業両方の負担軽減に役立つものと期待されています。今日は COVID-19 による影響を受けている人やビジネスに向けた追加的な救済対策というニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュースラジオタイランド、宮井義明でした。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.